皆さんこんばんは。9月27日日曜日の夜11時5分です。画面何も映ってなくてごめんなさいね。それからもし動画を見てくれてる方がいたら、動画のアップが止まっててごめんなさいね。スマホの容量がいっぱいで、音量を大きくしてからいつもアップしてるんですけど、2つ分の動画を保存する容量がなくて、いろんなもので帳尻を合わせてるうちにちょっと更新が遅くなってます。それから1つ前の動画でも話したんですけど、今日は、女優の竹内優子さんの命日になってしまって、今 YouTube 私も見させてもらってるんですけど、ちょっと憂鬱になってしまってるんですね。まあそれぞれ抱えてる事情が違うから、どっちが辛いとかそういうことはないんですけど、私もちょっとグッとくるものがあって、理由は、どちらかというと三浦春馬くんの一件の時の方が、共感するところはあったんですけど、ただパッと衝動的に思い立って言ってしまうような感覚とか、とにかく人が亡くなる、自分のテレビ越しだけど見てた人が急にいなくなるっていう、この喪失感、心の穴っていうのは結構な影響をもたらしますよね。私のチャンネル、ここのところ本当に数日で数人の登録者の方が急に増えてくださって、タイミング的には失恋をした後、私が若い男の人に口で騙された後ですね。なので複雑なんですけど、騙されたと言っても別に肉体関係があったわけじゃないし、お金を取られたっていうわけじゃないんですけど、気持ちを騙されるのが一番辛いじゃないですか。思い出すときにまた動画で同じこと喋っちゃうかもしれないんですけど、その時は聞き流してくださいよ。ああ、また始まったなって。ああ、やっぱり悔しかったんだな、この人って思って、聞き流してくれたら幸いです。とにかく、いろんな人がいろんな考えを持ってるんですけど、私が今望むのは、正直言って、この、新型ウイルス、それがね、やっぱ世の中にものすごい大きな影響を与えて、もともと、例えば家族間トラブルとか、その産後うつとか、そういう心の中に、重たいね、悩みを抱えてたところに、そういう新型ウイルスでの自粛とか仕事の変更とか社会全体の苛立ちとか募ってきて、やっぱ耐えきれなくなってきたっていうのはあるのかなって思いました。で、やっぱウイルスは正直言って今すぐどうこうできることではないかなと思っているんですよ。辛いけどね。でも今 YouTube の動画を見てて私が思ったことは、命の電話は繋がらないです。